おつかぼちゃんです。イギイギ大吉川丸のゴリピーです。今回もプロ御用達マニアック洗剤試してみたということでですね、はい、今回もですねこのスターターキットの商品の中から、はい、一つをご紹介していきたいなと思います。で、今回ご紹介していくのがマニアック洗剤と言いながら道具です。はい、富士美コーポレーションさんのヒールマークゼロという商品になります。これ何するものなのというと、職場ですとかあるいは、会社事務所等でですね、黒い線が床についているの見たことないでしょうか。あのヒールマークとか呼ばれるような汚れです。これ何かというと、例えば革靴ですとか、あるいは台車ですね、荷物運ぶあの台車のコマ、椅子のキャスター、机のキャスター等のですねゴムが床に擦れることによってできるゴムによった汚れですね。でこのヒールマークを除去する専用の道具になってます。でヒールマークっていうと、結構手間がかかるものでして、普通にモップなんかで拭いてもですね、ものによっては全然取れないんですよね。でそんな時にこれを使うとサクッと取れるよという道具になってます。はい、ちょっと中見ていこうと思うんですけど、こんな形でですね、はい、マジックテープがついたゴムバンドとこんな白パッドと呼ばれるパッドがついてます。でここにあの綿テープで引っ付けるようになってまして、でこれをですね靴につけます。こんな形で靴の先っぽにこれを留めてあげると、これで完了です。で例えばモップで床拭いてて、あヒールマークあるな、取れないなという時にこれをもう直接靴で擦ってしまうと、するとすんなりとヒールマークが取れてくれるというような道具になってます。これ意外と便利な道具なんで、ぜひ試してみたいと思います。では行ってみましょう。はい、ということでですね、今現場の方に行きました。でちょっと見てください、今足元にですねしっかりみんながつけてくれたヒールマークがついてます。で今日は、先ほどご紹介しているこのヒールマークゼロと普通のモップで拭いた場合で、どういう違いが出るかっていうのを見ていきたいなと思います。でもう早速なんですけれども、ちょっとモップで拭いてみたいと思いますね。でここをちょっとやってみます。弊社が使っているマイクロファイバーのフラットモップになってます。でこのモップ、ちょっと水で濡らしている状態なんですけれども、これでちょっとじゃあ拭いてみます。はい、こんな感じですね。普通に拭いてもなかなか落ちない。でこれそんなにきついものじゃないので、ぐっとこすってあげれば多少薄くはなると思うんですけれども、あそれでもあんまり取れないですね。はい、で今までだったら、現場でうちのスタッフの方々どうしてたかっていうと、もうこれをですね上から足で踏んづけて圧をかけてこう消してたんですね。こうしてあげると見えますかね、ちょっと黒いのが消えたと。もともとここにあったんですけども、十分汚れは落ちる。ただこれずっと現場でやってるとかなり足しんどいんですよ。でそんな時にこのモップで普通に拭いてる中で、あヒールマークあるなという時に、この先ほどご紹介した靴につけた道具でもうそのままこすってあげると取れます。じゃあいきますね。はい、今軽くこすっただけでここにあったヒールマークが消えました。でこんな感じで使っていけるんです。でヒールマークっていうと、先ほどご説明したようにゴムの跡がついている状態なんですけれども、ヒールマーク取るときに使用する洗剤というとやっぱりゴムでついた汚れですので、溶剤系が結構効果的ではあります。例えば、パッと浮かぶ溶剤でいうとアルコールですとか、あとリモネンと呼ばれるオレンジオイルですね、なんかの成分が入ったような洗剤なんかで拭くとすぐ取れるは取れます。でただですね、これもまた問題ありまして、そういう溶剤系使いすぎると実はヒールマークがついている床材ワックスがだいたい塗られてるんですよ。そのワックスが溶剤によって影響を受けてしまって、なんかそこだけこうツヤがなくなってくすんでしまったりとか、見栄えに変化が起きてしまうので、あんまりおすすめはできないかなというところです。なので、日々の中でちょっとこする程度であれば、今試したようなこのヒールマークゼロなんかをご利用いただくのがいいかなと思います。じゃあちょっと残ったヒールマークも消していきたいなと思います。はい、じゃあこの辺ですね。でこれもちろんさっきと一緒でモップで拭いても
なかなか取れない、はい、ですけどこのパッドで軽くこすってあげるともう1回で全体取れていきます。今までだったらもうモップで全部やらないといけなかったのがもう靴につけた道具でそのままできるのでめちゃくちゃ便利になってます。だからこれお掃除やってる人もう清掃仕事としてされてる方なんかであればこの便利さって分かっていただけると思うんですけども、まあ、皆さんにはなかなかこう伝わりにくいかなというところでして、まあ、これがまたマニアックなシリーズというような形になってくるかなと思います。ちょっとですね今あの作業やってて横見たらきつめのヒールマーク見つけたんで、はい、ちょっと着てみたんですけどこれ分かりますか。さっきのは結構薄い黒、まあ、ちょっとグレーっぽい感じだったのがもう真っ黒にしっかり線が入っているような感じですね。もうマジックで描いたような線になっています。でこれちょっと試してみたいなと思います。でもちろんですけどモップで拭いてもなかなかこう落ちきらないところなんですがこのヒールマークゼロ使ってあげるとこんな感じで、はい、これはさっきと違ってちょっと深めについてるんでやっぱり多少力入れてこすってあげないと取れないんですけれども、これも多分しっかりこすってあげれば取れると思うんですけどね。あ、取れますね。はい、よいしょ、こんな感じで除去できます。はい、ということでですね今回はマニアックな道具シリーズということで富士美コーポレーションさんのヒールマークゼロを試していきました。また何か気になるものなどありましたらぜひコメント欄頂戴できればと思いますのでよろしくお願いいたします。ゴリピーでした。よろしければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。